Hey yo! ケンツメッシです。今日もね、からやってくんですけど、マジでさ、ボールブレイカーが本当に強すぎんのね。こいつマジで俺、下方修正、マジで早急にすべきだと思う。つっても、シーズン終わるまで、まあできないと思うんすけど、こいつマジで終わっとんのよ。これを、こいつの強さを、ちょっと今から見せるんで、こいつカンストで、ニコスで、一発472っておかしいんよね。1コストで472っておかしいんよ。スケルトンが1コストで、まあ全員殴ったとしても、294。うん。おかしい。こいつ早いし、マジでおかしい。で、今ね、この7280なんですけど、7470まで人気で上り詰めて、この時が確かグローバル74位とかだったかな。うん。で、今日ね、昨日朝10時じゃない、昨日夜10時ぐらい寝て、さっき5時ぐらいに目覚めたんで、マルチやったんですけど、マジでウォールブレイカーが終わっとんのよ。うん。で、これね、寝起きでおはようっつってやったらね、ラポカチ引いて散ったっていう。しかも、ポンプグラスなんで、きちいよっつってな。はい。で、その後ね、バンバンバンと負けて、まあ、これもちょっときついんですけど、人気だと。で、こういう JPP とかはワンチャンで勝ってたんですけど、パーッと見てくと、人気がちょっと苦しいっちゃ苦しいんですけど、勝ってるやつは勝ってるんですよ。で、人気であげたいなって気持ちもあってやってったんですけど、ちょっとね、ウォールブレイカーも引いたりしてきついと。で、ゴブスパにやってもきついといった感じで、まあ、ウォールブレイカーの強さをね、見せていこうと思います。あのね、ここまで聞くと、じゃあ、ボールブレーカーに強いデッキ使えばいいじゃないですかという方も多いと思います。で、今からね、この相手上手い方の、ボールブレーカーのデッキの立ち回りをね、見ていくんですけど、マジできつい。どうしたらいいんだろうってレベルできついんですよね。ここも、まあ、ロリババと、まあ、雪玉まで切ってね、守っていきます。で、なんだろうな、ウォールブレーカー強い理由の一つとしては、まあ、ニコスで、もう両方これ、もうこれもバゴンと入る。いや、待ってと。ニコスに3コス出して1ヤード取られる上に、なんやその仕打ちはって感じなんですけど、まあ入っていくと。うん。で、まあディガーもこいつ3コスにしたらおかしい性能なんですけど、ディガーはまだ許せるんですよ。受けられる、受けやすい、受けのパターンが多いし、ただそのディガーとウォールブレーカーが混ざり合った時やべえんだ。あとこの1コスト系、2コスト系と、あとボムタワー、うん、がやべえんですよね。で、ここまで聞くと、じゃあこのウォールブレーカーデッキに強いデッキ使えばいいじゃないですかって言うかもしれないんですけど、そうすると他のデッキに刈り取られるんですよ。うん。で、冷静にこうパッと見て、人気デッキはクロスボウと、ウォールブレーカーデッキ以外には基本勝ちたい。まあペックもちょっと苦しいんですけど、勝ちたいんよね。で、まあ、さっき負けてた他のデッキのやつは俺の立ち回りなんでまだ悪いんですけど、ここね、コウモリに雪玉打ってもどうせスケで完封されるんで、うん、これがやばい、もうこれがやばいもん。頑張って受けます。で、もうね、ポイズン採用されると、マジアチャも生きないし、どうボムタワー突破しようって、シギじゃねえんだよ。シギが起動したわ。どうボムタワー突破しようってなるんですよね。で、このウォールブレーカーの強さを体感するためには、皆さんね、グラチャで回れたらぜひ回ってみてください。本当にね、もう相手のデッキ使ってください、皆さん。本当に。強いっすね。で、じゃあ、ケンツメシさん、ウォールブレーカー使えばいいじゃないですかってやると思うんですけど、こいつね、うぜいことに難しいんすわ、使い方が。こうやって守るんすけど、このマジックアーチャーもポイズンに焼き消されていくと。ワンチャンの立ち回りすらもね、あんま見えないんですよね。相手が相当ミスってくれないときつくて。そう。で、俺が言いたいのは、まあ、ここね、ロビババと雪玉で守っていくんですけど、ここでロビババと雪玉使ったらもうね、コウモリとあれが突破しづらいっていうのもありますし、まあ、まだマジアチャ採用してるんでね、こういう動きはできるんですけど、上手い人ってね、ここにポイズンかけてくれるんですよ。なんで、こっからカウンターの起点が作れなくて、だとここラムライダー出して、2発ドドーンつって、いったっていうね。で、これ、まあ、もう、ボムタワー出して、でも、知ったんですけど、あのね、2コスで、まあ強いんだけど、その、特定のデッキ、まあ俺だったら特に人気なんですけど、特定のデッキに、もうほぼほぼ、もう理不尽な相性を叩きつけれるのが、このウォールブレーカーなんですよ。うん。
で途中ねワンちゃんの香りはね見せてくれるんですよ。これねほんとどうすっかなって話で、こう終盤になるとこのディガーの削りもえぐいしみたいな、難しいよな勝ちたい。で俺も勝ってる試合は何個もあるんですよ、ウォールブレーカーに対して。でも大体相手がミスったりだとかポイズンなしみたいな形があるんですよね。これ見て、このウォールブレーカー防衛で使ったやつ、これ今の無視すると一発入るんで、でこのウォールブレーカーとディガーのね揺さぶりが渋いんですよね。でここでじゃあ無視して突っ込むけどボムタで守られると。でまあグッドゲームですねこれで。んとね、その全部に強いデッキっていうのは難しいんですけど、まあウォールブレーカーデッキ使って相性中立取ってミラー勝負絶対勝つマンでやるっていうのもあるんですけど、どうしようかな。他のこのドン・パレスチナのやつも見るか。矢の雨型の方が比較的まあやりやすいんですけど、ちょっとまあもう一回当たったんで見ます。でもう当たったらね、もううわー終わったーみたいな感じになるんですよね。で人気で7470まで上がった時も言うてマッチングがラバばっかだったりだとか、そこら辺があってね、なんかちょっと悔しいよね。ちょ悔しいってことをね皆さんに知ってほしい。でここマジアチで受けて、ここまでねもうめちゃめちゃいい流れじゃないですか。で雪玉ないんで、ここのまずコウモリが無双されて、まあ、このマジアチャ単体だと、まあ、スケとかね、他のやつで守れるかなと思ったんで、ここはね、まあ、アイオレ追加して。で、まあ、ここはね、俺が悪いわ。うん、俺が悪い。で、ここ、ま、防衛してって、そう、この時点で3アドぐらい取ってるんですよ。どう、まあ、スケが来るのは読めた。雪玉打つべきだったかな、ここ。もうね、読むしかないね。読むしかないっすね。で、ここで雪玉打ってあげて、はいはいはい、飛ばされる。で、ここにディガーが追加されて、まあ、俺の神技デッキがね、ちょっとディガー抜けがないってのもあるんですけど、その、マジで、ウォールブレーカーだけに勝つんだったら、他のデッキでいいと思います。はい、ジャイホリだったりとか、まあ、遅延ゴレだったり、今、遅延ゴレもそんな余裕ってわけじゃないんですけどね、これも一発入る、もう、やめてって感じですよね。まあそのあるんですけど、神技使っててそのもうきつすぎると、なんかね、なんつんだろうな、絶対ねこれを持ってる他の人もいるんですよ。ボールブレーカーは2コスの性能じゃない、そのポンプクロスとかクロスボって言うてまだあれ6コストとかなんで、メインカードがなんとかなるんですよ、なんとかなるんですけど、こいつどうすっかなと思ってて、今シーズン本当にトラあげたくて結構やってて、まあ、このね動画上げつつもどうせやるんですけど、ここもねあのどうせなんかユニット出してもボムタで守られるんで、2コスに4コス使わされてるっていう現状ですね。ボムタもね強いよな、どうすっかな。これインドラを攻めで使いつつ頑張るしかないんだけど、まあこれも全部ボムタワーに回収されると。どうすっかな、今のラムも逆サイだったかな。本当に完璧なプレイングを求められてしまうので、悔しいなぁ。まあこんな感じでランバーで守りつつもできるんですけど、で、ここね、バルキリーがいないタイミングで、ええ感じにやりつつと思いきや、まあ、相手のコウモリボーイもうまいわけですわ。徐々にこっちのペースにはなりつつあるんですけど、ここでラム飛ばしたところだもんね。結局このマジアチ3体でやってもこんな感じでザッて許容されちゃうんですよ。何デッキ使っててももうなんだろう、手札初手ディガーボールブレーカーも初手消されるときついみたいなのがあるんですよね。でここもうチャンスなんですけど、この防衛ポイズンね、ポイズンつく、あとこのボムタワー、やべえ、マジで、勝て。アドは取ってるんですけどね、ここ。言うの出して、ここもランバ受けだったかな。だアド取ってもこれしゃあないんですよね。アド取ったところで無視されるやつは弱いんで。で、ここポイズン打たれて、で、コウモリ来るから、アイゴレ出すけど、アイゴレだけだとね、全部処理しきれないんで。
悔しいなー。なんかジンギー強いし環境にも結構当てはまってると思いきや、ここのね雪玉がね良かったんですよね確か。こういう動きをして相手ボムタワーないし、はい、ここねあのいい感じに3倍タイム入ると若干有利になるんですけど、うん、バルキリーが強いしな。でこれタイブレーカーで勝てると思いきやポイズン持ちだとちょっと話がちげえってなるわけですよ、ね、ランバー出して、まあ散ってるわけですわな。でまあ煽られて死亡ですね。ちょっとねこのウォールブレーカーというカードはまあもちろん通すのも難しいと思うんですよ、ウォールブレーカー。ただね2コストにしてはあの便利すぎて下方修正するにあたってはね俺はもう妥当だと思うんですよね。俺もねあんまねこういうなんかに対しての超下方頼むみたいな動画あんま上げないんですけど、そのここでどうせボムタワー建てられるんで、まあこれでマジェット処理できたら美味しいかなっていうラムライダーですね。ここもまあボムタワーにマジェット出しておいて、ロリバも転がすけど、まあ延命うまいですね相手も。でこうなった時にもう俺終わりなんですよこれで。前当てて雪玉ワンチャンだけど、もうね、ギガークルットは反応してるんでね、完璧なブリングが、これもなんかコウモリくんが、もうね、ズタボロなんすよ、寝起きでやって、ここまでね、もうボロボロで立ち回りも。だからね、ウォールブレーカーね、下方修正来てくれると助かるなと思いますね。今ね、コウモリもね、下方修正してくれっていう声がすごい大きく上がってて、まあ、こいつがちょっとコウモリも強すぎると言われてるんでね。まあ、5匹が4体になったりとかするのかな。ウォールブレーカーに強くて、かつ環境に当てはまってるデッキってなんだろうな。ジャイホリとかかな。ただ、まあ、あれもラバーハウンド難しかったりするしね。だね、正解はないんですよ、結局。正解はないんだけど、もうちょっとね、ワンチャン見出したらいいっていう悔しさしかないんですよね。完璧に相手の手札を把握して、読みを決めまくるっていう勝ち筋しかないよな。なんでちょっとね、頑張りたいですね。で現状のウォールブレーカー相手に普通にやるとどうなるのかってところはね、ちょっと見せたいと思います。ただね、これ確かね、めっちゃいい感じだったよね、途中まで。こんな感じで、マジアチャ延命すると、相手もこれボムタワー置けないし、私ここも今雪玉打たずに、ユニット追加のターンだったかな。で、ここまで来て、まあ、ええ感じじゃないですか。ええ感じなんですけど、こんな感じで、切るカード見せると、はい、ウォールブレーカー入っちゃって、このランバーがね、もったいねえな、これ。ランバーもったいねえわ。で、ここはね、マジアチャを処理したいというラムライダーなんですけど、まあ、難しいな。で、ここもね、結局延命されちゃって、こうなると端前で止めてワンチャン持っていくしかなくて、ここも防衛もまあいい感じと。いった感じなんですが、このマジックアーチャーが渋いと。このアイゴレモナマジアチ警戒する位置に置かんとな。で、こんなラムライダー通らないんで、まあ一発でダメアドが追いつかれつつって感じですね。まあでもリプレイ見とると、ワンチャンありそうな雰囲気もするんですよね。で、これ雪玉打つけど、ダーン痛え、マジで。で、こんなんでアドなんて取ってないんですよ、ダメージ受けても。このコウモリもなんか一匹残っとうしな。
雪玉で好き読んだんですけど、まあ儚く散って、あーまあここ相手もねしっかりマジックアーチ警戒してきてて、バルキリーが出てくる前にこれあの出してるんだよね。ランバあのリプレイだとえケンツめっちゃ無謀に突っ込むやみたいな感じになると思うんですけど、あのユニットの配置の時間があるんでね、まあそこも含めて今みたいな感じになっちゃいましたね。むずいなー。でこれスパーキー、じゃあスパーキーで引きましたと。でこんなのスパーキー相手止める術ないし、まあボムタウンにはクエイクがあって、さあどうなんですかといったところはね最後見て終わろうと思います。で今回はもうここに対してもねしっかり2コスで返せるというね、素晴らしいですね。ここまではで待ってあげて、まあ、コウモリ来てディガーが来たらミニペ出すんですけど、まあここまで相手が手札ないだけなんで、まあ恵まれていたなと。でここスパーキーチュイーンと出して、だポイントとしてはウォールブレーカー出さないときにスパーキー展開するっていうのがセオリーなんですけど、高回転なんでね絶対回るんです相手。よくゴブチャイド受けてあげて、クエイクぶち込んであげて、はいはいはい、ザップ打ってあげて、まあバルキリーに打ってくれればいいかなって感じですね。でここまで完璧、スパーキーも入ったし、でここダックプリで、はい、この位置で完封、はいはい、素晴らしい。もうウォールブレーカー許さないマンになってるんですよ今俺は。でここコウモリだったな、ここのディガー坊やはコウモリでよかったな。で一回ここでちょっとアウト取られると、こっからね相手のねすさまじい攻撃が始まるんですよね。でここでバルキリー来るまで読めてて、ここもミニペすぐ出すべきだったな。ここコウモリねちょっと遅れるとこんな感じになっちゃってですね、ザップ打つんですけど、今ねミニペが殴る方やつと同じ下げ取りをしたんですよ、タワーが。そうすることによって散ったって感じですね。でディガーにチクチクやられて、まあでもアドは取ってると。まあ、こっからね、もう一発、ゴブスパ決めて、まあ、2倍タイム入ったんでいけるでしょうといったところで、ここでね、スパーキーを展開します。スパーキー展開、相手がうめえのがこれ、スパーキー読んでるんですよね。読まれたことによって、ゴブジェイで逆サイド告げなくて、で、これ、ウォールブレーカーもかわされて、この、なんだろう、コウモリも何もできずに終わるって感じですね。これもね、うめえ。あ、これ相手うめえわ。いや、これは相手がうめえわ。まあでも、こんくらいうまいと、多分ウォールブレーカー止まんないんだろうな。で、こう、ダックプリ出すんですけど、ちょっと角度つけて、ディーンディーン入って死亡ですね。で、このままシュイーンってやって、ダーンってやって、こっからまあ攻めてくんですけど、まあ時間足んないし、みたいな感じですかね。いや、マジか、うまいけど、強えな。ああ、強えわ。この相性覆されたらもうたまったもんじゃないっすよね。って感じで、ウォールブレーカーがね、強いと。で、ただ強いだけじゃなくて、もうここら辺ね、グロラン入ると、まあ相手もクソうまいんすよ。なんで、止まんねえと。うまい人が使って、ウォールブレーカーね、止まんないといったところで、まあ俺もうまくなるっていうのが一つの解決策なんですけど、にしても多分限度はあるんで、ちょっとね、頑張ってやっていきたいっすね。ウォールブレーカー強いよな。まあ、ずっと強いもんな、本当に。といったところでね、このウォールブレーカーというカードが、まあ、俺個人的には次のね、下方修正、すごく候補に上がるんじゃないかなと思っていますね。先読みしないとダメだね。先読み、もう今後ね、ウォールブレーカーだったら、もう全て先読みして、どうせ普通にやってても負けるんで、先読みして勝つという、あのね、プレイングを見据えと思ってます。悔しいわ、マジで。悔しい。で、ちょっとね、今日は一旦もここで、マルチ止めて、朝ね、早く起きたんで、ちょっとね、軽く二度寝を2時間ぐらいしてから、まあ、起きて、トラ上げね、頑張りたいと思います。まだね、全然7280だったら、190ぐらいね、すぐ頑張れば上がると思うんで。いやー、悔しいよ、みんな。悔しいね、俺は。マジで悔しい。あー、くそー。ウォールブレーカーデッキに勝てたらな、トロッと上がるんすよね。ということで、ちょっとね、まあ、上位のうまいウォールブレーカー使いのリプレイを見せつつ、現状ね、話していきました。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おつめし、バイバイ。